大正13年に開業した jr 桑園駅は今日100周年を迎え、記念式典が行われました。桑園駅の利用者は開業当初1日120人でしたが、函館本線と薩洲線が走る。今は2万人になっています。今年3月からは新千歳、空港行きの快速エアポートも止まり、利便性が高まっています。は イベント会場では駅の近くにある JRA 札幌競馬場との共同企画でポニーのひなちゃんが一日駅長にサラブレッドも登場し来場者を楽しませました。